The Legacy of Tokyo. 頭にあたりんで新年のご挨拶を申し上げます今日の良き日、各も大勢の方、 各もにぎにきしく共に迎えられたことを心より幸せに感じております。さて本年、令和5年、公益社団法人東京青年会議所では、23の日輝き、Let's Join the Legacy of Tokyo のスローガンを掲げました。 公益社団法人、東京青年会議所メンバー一同、第74代理事長、下山田圭介の舵取りのもと、若い力を存分に発揮し、青年経済人として責任を持って活動してまいります。社会課題解決に70年以上、全身全霊をもって取り組んでまいりました。 東京青年会議所だからこそ、今、社会に求められる先駆的な運動を生み出すことが可能となります。また、2023年度、公益社団法人、日本青年会議所の主催する第72回全国大会を、東京青年会議所が主管いたします。 東京青年会議所が主管する32年ぶりの全国大会。より素晴らしい全国大会に。より輝かしい全国大会に。より歴史に残る全国大会に。これを成功させることを、ここにお約束申し上げる次第でございます。 本日、足を運んでくださった皆様、オンライン上でご参加なさっていらっしゃる方、すべての皆様におかれまして、素晴らしい一年になりますよう、心よりお祈り申し上げる所存でございます。一年礼拝、開幕でございます。 悪党を務めていただきましたのは、二代、林家三平様です。林家三平様は昭和の爆笑王、初代、林家三平様の次男として生まれ、平成2年に林家一平として落語家の修行に入られました。平成5年11月に2つ目昇進、平成14年9月に新内昇進、そして平成21年3月に二代、林家三平に襲名され、 現在も幅広くご活躍されております。皆様、改めまして、二代、林家三平様に大きな拍手をお願いいたします。開会宣言、副理事長、高木隆太君。 皆様新年おめでとうございますそれではただいまより公益社団法人東京青年会議所2023年度1月例会23の輝き Let's join the legacy of Tokyo を開会いたします皆様本日はどうぞよろしくお願いいたします 聖書を皆様ご起立ください。 JC ソング聖書 JC 関係者以外の方はご着席ください。 NCI クリード昭和公益社団法人東京青年会議所副理事長、大人、イト君、ケイタ君。はい、the Greed of Junior Chamber International.We believe that facing God gives me more purpose in my life, that the blood of men i o s s e s s several d o n a t i o n that agnostic can be more by humanity and apply, that government should be of love. JCI ミッション並びに JCI ビジョン昭和公益社団法人東京青年会議所副理事長田島慎太郎君はい JCI ミッション J. C. I. ビジョン。<music> J. C. 宣言文朗読。並びに綱領省は。公益社団法人東京青年会議所。副理事長山崎恵君。はい。J. C. 宣言。 日本の青年会議所は希望をもたらす変革の起点として、輝く個性が調和する未来を描き、社会の課題を解決することで持続可能な地域をつくることを誓う。考慮考慮 皆様、ご着席ください。本日、第1部の司会進行を務めさせていただきます、公益社団法人東京青年会議所、新宿区委員会委員、中村恵美と申します。 それではここで本日ご列席いただいておりますご来賓来訪 JC の皆様をご紹介させていただきますなお17時30分時点での受付に基づきお名前をお呼びいたしますので恐れ入りますがその間にてご期くださいますようお願い申し上げますご紹介は公益社団法人東京青年会議所専務理事小林正人君お願いします それでははじめに来賓の方を準不動でお読みさせていただきます。東京都知事小池百合子百合子様ですが、現在会場に向かわれているのでとごらご連絡をいただいております。後ほどご紹介をさせていただきます。東京商工会議所副会長大島博志様。 在日本朝鮮東京都青年商工会、東京 KYC 会長、ムン・ヨンジン様。はい、在日本朝鮮東京都青年商工会、東京 KYC 副会長兼国際交流部長、キム・ホンス様。<laughs> 在日本 朝鮮東京都青年商工会、東京 KYC 幹事長、李民博様、株式会社ベスト販売代表取締役、石田光孝様、株式会社ベスト販売コンシェルジュ、大島えり様、 株式会社、伊藤園、課長、工藤芳樹様<手>。株式会社、伊藤園、課長代理川<手>、河本郁郎様。株式会社、アチーブメント、代表取締役、青木聡様。 株式会社、NTT ドコモ経営企画部、石川洋平様、はい、続きまして、来訪 JC の皆様をご紹介させていただきます。公益社団法人日本青年会議所第72代会頭、麻生正宏君をはじめとする役員、メンバーの皆様。 公益社団法人日本青年会議所関東地区協議会会長、大川博史君をはじめとする役員メンバーの皆様。はい、公益社団法人日本青年会議所関東地区東京ブロック協議会会長、大久保隆義君をはじめとする役員メンバーの皆様。 公益社団法人、仙台青年会議所、直前理事長、八重樫司,司君をはじめとする役員メンバーの皆様。公益社団法人、千葉青年会議所、理事長、柳原裕介君をはじめとする役員メンバーの皆様。 一般社団法人、茂原青年会議所、副理事長、美園俊之君をはじめとする役員、メンバーの皆様。一般社団法人、甲府青年会議所、専務理事、萩原良君をはじめとするメンバーの皆様。公益社団法人、横須賀青年会議所、 理事長高橋義光君をはじめとするメンバーの皆様。公益社団法人浜松青年会議所、理事長内山明君をはじめとするメンバーの皆様。一般社団法人新潟青年会議所、理事長 加藤孝君をはじめとするメンバーの皆様。はい、一般社団法人、宮崎青年会議所、常任理事、野村翔吾君をはじめとするメンバーの皆様。はい、一般社団法人、大分青年会議所、直前理事長、 姫野泰之君をはじめとするメンバーの皆様公益社団法人立川青年会議所直前理事長小林優樹君をはじめとするメンバーの皆様一般社団法人八王子青年会議所 理事長、佐藤毅君をはじめとするメンバーの皆様。一般社団法人青梅青年会議所理事長、山中司くんをはじめとするメンバーの皆様。一般社団法人町田青年会議所理事長。 上典明君をはじめとするメンバーの皆様、はい、三鷹青年会議所、理事長、諸角達也君をはじめとするメンバーの皆様、はい、公益社団法人、調布青年会議所、理事長、長谷正人君をはじめとするメンバーの皆様。 一般社団法人、国分青年会議所、副理事長、澤田裕太君をはじめとするメンバーの皆様。大変失礼いたしました。一般社団法人、武蔵野青年会議所、理事長、三浦太郎君をはじめとするメンバーの皆様。一般社団法人、日野青年会議所、 理事長高橋健君をはじめとするメンバーの皆様っさ青年会議所、理事長、田村力君をはじめとするメンバーの皆様、清瀬青年会議所、理事長、桜田元樹君をはじめとするメンバーの皆様、 秋島青年会議所、理事長、松本淳君をはじめとするメンバーの皆様、あきる野青年会議所、理事長、飯島大地君をはじめとするメンバーの皆様、はい、東久留米青年会議所、理事長、 青木総君をはじめとするメンバーの皆様公益社団法人宇都宮青年会議所理事長落合正樹君をはじめとするメンバーの皆様公益社団法人水戸青年会議所理事長 村君をはじめとするメンバーの皆様公益社団法人、吹田青年会議所顧問、小川俊幸君をはじめとするメンバーの皆様。公益社団法人、埼玉中央青年会議所理事長、大村雄介君をはじめとする メンバーの皆様、はい、JCI ソウル20 2023年度会長、チョン・スンギ君をはじめとするメンバーの皆様、JCI マニラ2023年度理事長、エリック・ケイ君をはじめとするメンバーの皆様、 JCI ・ J タイペイ2023年度副理事長、サイモン・リー君をはじめとするメンバーの皆様。JCI ・スティ2023年度理事、ペク・ユンニン君をはじめとするメンバーの皆様。 となります、えー、皆様本日は新年の折大変ご対応の中お,お越しいただきまして誠にありがとうございますご着席ください続きまして東京商工会議所副会頭大島広志様より ご祝辞を頂戴したいと存じます。大島様ご登壇ください。東京証行会議所の東京青年会議所の皆様。 新年明けましておめでとうございます。ただいまご紹介いただきました東京商工会議所北海道の大島でございます。まあ2023年の新春にあたり、東京商工会議所を代表して一言ご挨拶を申し上げます。まず東京青年会議所の皆様におかれましては、日頃から東京商工会議所の事業活動にご理解ご協力を賜りまして誠にありがとうございます。 昨年を振り返りますと新型コロナウイルスが長期化する中でロシアのウクライナ侵攻や世界的なインフレなどの大きな環境変化が次々と押し寄せ極めて予測困難な状況が続いております。特にに今年はこうしした大きな環境変化化対応しつつ人手不足やデジタル化 グロ,ーブグローバル化への対応など構造的な課題に正面から取り組み成長軌道に戻していくための重要な都市になると認識しております中小企業の経営環境は日々厳しい状況に置かれておりますが我々企業が成長の原動力であるという当事者意識を持ち現実を直視し 果敢に自己改革に取り組まなければ、この時代を生き抜くことはできません。まあ、そのような中、東京商工会議所では、11月に小林会頭が新たに就任され、日本再生、変革に挑むのスローガンのもと、新体制がスタートいたしました。小林会頭は、所信表明において、 経営者の責務は、経済価値、社会価値、環境価値の3つを同時に追求すること、すなわち社会に責任を持ち、貢献することであると述べられております。これは東京青年会議所の理念と相通ずるものがあるのではないでしょうか。予測困難な時代であるからこそ、渋沢栄一郎の 逆境の時こそ力を尽くすという信念のもと、成長と転換する後期,と後期を即し、経済、企業経営者、そして皆様、青年経済人が積極的に行動を起こす時代が到来していると感じております。また我が国では 首都東京が成長エンジンとして、我が国経済を牽引してきた一方、地方では人口減少に伴う地域経済の衰退という構造的な問題に直面しております。東京青年会議所におかれましては、本年10月に日本青年会議所の第72回全国大会が東京で開催され、 全国と東京の共存・共栄の架け橋になることが期待されるとともに、各地域の成長のポテンシャルを引き出すきっかけとなるのではないでしょうか。えー、思い返すと、32年前、1991年、東京で全国大会が開催されました。あの前列に座っている小林元治さんが理事長で、 私もその時は現役で、えー、地区委員長を仰せつかっておりました、えー。準備の段階から、あ皆様方の、当時は3万人を招いて、東京ドームで、えー、式典が開催されたわけでございますが、全国の3万人の、えー、ロームの皆様をお迎えするために、本当、1年がかり、まあ、準備の段階いるとその前からも、 忙しく職務を果たしておりました。まあ、今思い返すと、本当にいい思い出でございます。私はそのラストイヤーで日本 JC の副会頭もさせていただきました。とにかく JC の現役の時の思い出と申しますか、その時に知り合った全国の仲間、 が今ででも私の財産ですぜひあの青年としての英知と勇気と情熱を結集して、えー、本年度開催されます東京主幹の全国大会を全力で、えー、乗り切っていただきたいというふうに思います。 さてあの冒頭でお話し申し上げましたとおり、えー、予測困難な時代ではありますが東京青年会議所のメンバーの皆さんは輝く個性が調和する持続可能な地域の創造を目指し日々の研鑽を積まれていると伺っておりますいつの時代においても変革の起点となり得る皆様の若き力が必要不可欠ですで今後今後とも 先人が積み上げてきた歴史と伝統を大切にしながら、青年世代のリーダーとして、勇気と希望と気概を持ち、一層ご活躍されることを心より記念いたします。最後になりますが、東京青年会議所のますますのご発展と、本日ご参加の皆様のますますのご活躍を心より記念申し上げまして、私からのご挨拶とさせていただきます。 本日は誠におめでとうございます。ありがとうございました。大島様ありがとうございました。続きまして公益社団法人日本青年会議所第72代会長 麻生正弘君より、ご祝辞を頂戴したいと存じます。麻生会頭、ご登壇ください。はい、皆様新年おめでとうございます。 本日は、公益社団法人東京青年会議所の一月例会が、大勢の来賓の方々、そして来訪 JC の方々をお迎えになり、このように盛大に開催されますことを心よりお喜び申し上げます。私は、公益社団法人日本青年会議所におきまして、本年度会頭を務めます、麻生正宏と申します。日頃より、公益社団法人日本青年会議所に対しまして、力強いご支援と、 多大なるご理解をを賜っておりりまますすことを心より感謝申し上げます本年、公益社団法人東京青年会議所におかれましては、下山田理事長のもと、23の輝きをスローガンに、JC 運動の本質、そして地域のことをし追求した素晴らしい事業を展開されるなど、同期の常任理事として信じておりますし、心より願っております。その中で本年度は 先ほどお話にもありましたけれども、全国大会を一緒にさせていただきます。この全国大会を東京で開催する意義、そして意味をとことん追求した全国大会になるよう、我々としても緊密に今まで以上な連携を取り、全力でこの大会を成功させるべく行えればと思っておりますので、一年間重ねてお願いを申し上げます。我々日本青年会議長といたしましても、 本年は基本理念に夢あふれる未来を描き世界に冠たる日本を取り戻すこのもとに我々の夢をとことん追求しこの社会とこの国のために何かを残せる運動を1年間とことん追求し行ってまいりますその力強いご支援として国際グループの担当上任理事として戸口正宏君をそして次世代社会デザイン委員会委員長として 石川寿君をはじめとする大勢のメンバーにご出向を賜っておりますことを心より感謝申し上げますまた本年東京青年会議所におかれましては JCI の副会頭として北村麻里君をご挨拶されておりますわれわれも排出のむといたしまして全力でこのご支援そしてご協力をしてまいる次第でございますのでどうか1年間重ねてよろしくお願い申し上げますさて 島山田理事長におかれましては、本年1年間、大変な年を過ごされることと思いますが、我々としましても、来週、いと言いますより今週末に、京都会議が開かれます。この京都会議におきましては、我々わの当然の新年式典という、毎年のことのではございますけれども、1年の方針発表をさせていただくとともに、本来、自分たちが忘れていた夢を、本当は何だったのかと取り戻せる、リメンバー・ヨー・ドリームというものをテーマに、1年、今回開催させていただきます。 ぜひ、下山田理事長をはじめ、大勢の皆様におかれましても、ご参画を賜り、本年1年間の日本青年会議所の運動とその方針を一緒に考えていただく場にできればというふうに考えておりますので、どうかご参画のほどをよろしくお願い申し上げます。結びになりますがが本日ごごご来場ののののの皆様様多幸とご健そしてて東京青年年会議所様の1年間の全ての事業が すべて大成功の後に終えられることを心より記念申し上げまして私からのお祝いのご挨拶に返させていただきます1月例会のご開祭誠におめでとうございます麻生会とありがとうございましたここで小池都知事がご到着されましたので ご来賓の皆様を代表いたしまして、ご挨拶をいただきます。東京都知事小池百合子様より、ご祝辞を頂戴したいと存じます。小池様、よろしくお願いいたします。青年会議所、新年菓子交換会、そして礼会の各派生誠におめでとうございます。お招きを賜りました、東京都知事小池百合子でございます。 皆様方は、明るい豊かな社会の実現を目指されまして、地域社会の発展に大いに貢献をされておられますこと、改めて敬意を表したいと存じます。下山田理事長をはじめ、歴代の理事長、役員、会員の皆様方のたゆまぬご尽力に感謝を申し上げたいと思います。 まあずっとこの間、コロナで皆様方にもご協力いただくことばかりでございました、また青年会議所の皆さん、それぞれ地域でのご活躍、本当にあの地域の発展にご努力されていること、よく存じております。 そしてまたあの、現役の皆様方は、子育て世代でいらっしゃいます。この度、東京都として、0歳から18歳のですねあの子どもさんを対象として、所得制限なしで、018サポートという名付けましたけれども、給付をするなど、東京都としてよりこの、 東京大活性化していくと、そのためにやっぱり子供さんをどうやって、えー、子育てをすることがどうやってあのプラスになっていくのかということを考えながら、この間もあのずっと毎年毎年いろいろな事業がございます。それにもう予算は十分その役目を果たしているものはそれは終わりを迎えて、そしてそういったことを新たにの、えー、事業へと振り向けるようにこれまでいろいろ。 とかの工夫もして、大体この6年間で5800億円ひねり出してまいりました、まあそういったことをです、ね、財源にいたしまして、この度のこの子育ての支援などを行っております、ちなみに私は全国47都道府県の知事の中で、最もお安い知事になっておりまして、お給料半分でございますので、お隣の神奈川県の半分でございます。 you <laughs> えあのよく働いて、えー、そして都民の皆様方が、ですねあやっぱり東京でよかったなと感じていただけるように、今年も皆さんとともに頑張っていきたいと思います、そして今年の10月ですね、えー、青年会議所の全国大会、なんと32年ぶりということでございます、東京で開催されるということで、えー、ぜひとも東京都といたしましても、えー、皆さん、全国からお迎えをしたいと思っております。えー、東京都に 日本の成長を力強く牽引するリーダーとして活躍されることを期待をいたしております、えー、今日は、ね、1月0回ということで、えー、最初の例会でございますどうぞうさぎ年飛躍の年として参りましょう本日おめでとうございます 小池様ありがとうございましたここで小池様は公務のためご退席されます小池様誠にありがとうございました続きまして祝電をご紹介させていただきます公益社団法人東京青年会議所 第74代理事長、下山田圭介様、謹んで新年のお喜びを申し上げます。新年をすがすがしくお迎えになり、本日は公益社団法人東京青年会議所の新年合誌交換会が正解に開催されますことをお祝い申し上げます。そして、下山田圭介理事長のリーダーシップのもと、本年度、 青年会議所が素晴らしいスタートを切れましたことをお喜び申し上げるとともに23の輝き「Let's Join the Legacy of Tokyo」をスローガンにご活躍されることを心よりお,よお祈り申し上げます結びとなりますが本年も切磋琢磨し共に地域の発展と自己成長を目指してまいりましょうそして公益社団法人東京青年会議所とますますのご発展と 会員の皆様のご献上とご多幸をご記念申し上げます。一般社団法人大阪青年会議所第73代理事長、植松幸太様より頂戴いたしました。ありがとうございました。本日、このほかにも多数の祝電を頂戴しておりますが、お時間の関係上、一部のみのご紹介となりますことをご了承ください。誠にありがとうございました。 続きまして、本日ご列席いただいております、公益社団法人東京青年会議所の歴代理事長のご紹介をさせていただきます。お名前をお呼びいたしますので、恐れ入りますが、その場にてご起立をくださいますようお願い申し上げまますすそそれれでではは小林専務おおお願いいいたたし名前をお呼びさせていただきます。 第38代理事長、渡辺義秀先輩。<拍手 S 1> 第39代理事長、和田浩二先輩。<拍手 S 1> 第42代理事長、小林元次先輩。 失礼いたしました。第40代理事長、安倍義和先輩。大変失礼いたしました。はい、第43代理事長、中村節夫先輩。はい、第57代理事長、高橋克行先輩。 第58代理事長松本直勝先輩、はい、第59代理事長相澤弥一郎先輩、はい、第60代理事長戸賀野啓太先輩 第61代理事長、安藤孝和先輩第62代理事長、奥山隆先輩第64代理事長、笹島淳也先輩第65代理事長、菅原圭介先輩 第六十六代理事長中村武先輩、はい。第六十七代理事長中原修二郎先輩。第六十八代理事長畑野真美先輩、はい。第六十九代理事長石川和孝先輩。 第70代理事長、塩澤正則先輩、はい、第71代理事長、井澤瑛太先輩、はい、本日は大変ご対応の中、お越しいただきまして、誠にありがとうございます。 続きまして、プレジデンシャルリース、伝達式を行います。この伝達式には、本日お越しいただいております、歴代理事長の皆様に、お立ち会いをいただきます。これからお呼びいたします、歴代理事長の皆様は、ご登壇ください。公益社団法人東京青年会議所、第69代理事長、石川和孝先輩。 公益社団法人東京青年会議所第70代理事長塩沢正則先輩公益社団法人東京青年会議所第71代理事長伊沢英太先輩 記者団法人東京青年会議所第72代理事長、戸口正弘君。 直前理事長、登壇ください。 それでは下山田理事長登壇くださいこれよりプレジデンシャルリースの伝達を行います歴代理事長の皆様よろしくお願いいたします プレジデンシャルリースが伝達されました皆様盛大な拍手をお願いいたします歴代理事長の皆様山本直前理事長下山田理事長ありがとうございました 皆様ご講談ください。 皆様、新年おめでとうございます。うますこうして2年ぶりに、多くの皆様のお顔を拝見し、共に新年をお祝いできること、本当に嬉しく思います。この2年間、今までは当たり前だったことが、当たり前にできなくなり、困難を極めましたが、その経験を踏まえ、 皆様との出会いがご縁が当たり前ではないと再認識し一期一会の精神をもって精進してまいります改めまして私は公益社団法人東京青年会議所第74代の理事長の職を務めます下山田圭介と申しますどうぞよろしくお願い申し上げます まずは新年のご対応の中、私どもの合死交換会にご臨席賜りました東京都知事、小池百合子様日本弁護士連合会会長、小林元治様東京商工会議所副会長、大島博史様公益社団法人日本青年会議所、麻生正宏会頭をはじめといたします理事会構成メンバーの皆様、 日本各地よりお越しいただきました、各地青年会議所理事長をはじめとするメンバーの皆様、そして、常日頃より、私どもの運動に多大なるご支援をいただいております、三助企業・パートナー団体の皆様、そして、都がの会長をはじめといたします、 東京シニアクラブ先輩本本日はお足元の悪い中そして、dear sister chapter presidents and overseas delegates, namely from JCI Manila, JCI、uh, Seoul, JCI Singapore City, JCI Taipei, I would like to express my sincere gratitude to your Attendance at our inauguration ceremony. Your presence here today truly depicts JCI values, international collaboration, and a fellowship. As well as our annual businesses, I would like to anticipate your further involvement for more international collaboration, joint projects, and social gatherings. Brothers and sisters, let's keep creating impact. In 2023, we're confident that we can accomplish something for a greater and a brighter future. 明るい豊かな社会の実現この大きな志のもと集まった東京青年会議所には夢がございます。尊厳と向上心を持った市民が 社会の構成員であるということを自覚し、日々幸せを実感し、生きがいを求めて、自由に挑戦できる、量的ではなく質的な価値を追求する社会です。この夢を実現するために、東京青年会議所は2020年に中長期ビジョンを策定し、 先日の社会像を持続可能な幸福中心社会と定義しましたこの中長期ビジョンは幸福をコアバリューとして据え6つの政策をもとにビジョンを策定しております教育経済国際共生 政政治福祉の6政策ですこの中長期ビジョンをもとに、私たち東京青年会議所は、青年ならではの柔軟な思考と行動力を駆使し、日々、無条件の愛を持って、社会開発と指導力開発に励んでおります。ここで 6つの政策を皆様に共有させていただきます教育政策、内発的動機に基づく、自ら課題を設定し、判断ができる人材を創出するために、姉妹都市といった地域の無形資産を活用し、より資産の高い人材を 育成する地域が一丸となって人材を育成するシステムを作りますまた過去2年間にわたり推進してきたスティーム教育を家庭内教育に普及いたします経済政策少子高齢化を念頭に置いた新付加価値の創造に向け デジタルトランスフォーメーションやウェルビーイングといった経営の持続可能性を追求し企業の生産性向上そして再投資による好循環を作るシステムを作ります国際政策 UNSDGs に代表されるような地球課題規模課題を解決するため東京に 存在する各国の出作機関や海外姉妹ロブとの共同を進め東京からクロスボーダーでイノベーション創造と市場開拓ができる環境を整備いたします強制政策です人と地球が共存できる未来を作るため産官学の連携をもって エシカル消費に付加価値を付与し、地域循環型社会システムを作ってまいります。そして2050カーボンニュートラル宣言を国内外に広く推進してまいります。政治行政政策です。政治行政政治行策は市民が主権者であるという自覚を 呼び起こすために、メタバースを使った主権者教育、また模擬請願を実施し、市民の声が政治や社会を動かせるんだということを実感していただきます。また、区長選等の選挙では、公開討論会を開催し、政策本位での投票に。 をいたします福祉政策は、地域が一丸となった住民参加型の包括的福祉システムを作るため、ベビーファースト運動や防災協定を23区で進め、常日頃から公助、相互扶助のが機能する東京を作ります。関東大震災から 100年経った今、レジリエンスに富んだまちづくりが、ハード面とソフト面で必要なのです。これらの6つの政策を掲げ、本年度、東京青年会議所はスローガンとして、23の輝き、Let's join the legacy of Tokyo を掲げさせていただきました。この23の輝きには、 23特別区に地区委員会を持つ東京青年会議所が1年を通して100以上の事業を行った後に社会課題を解決する持続可能なシステムが地域に根付いていることそして2023年度東京青年会議所の運動に関わる全ての人がリーダーとして 成長している姿を表現しております。この23の輝きをもって、皆が自由に挑戦できる環境と風土を、運動と運営の両面で追求してまいりたいというふうに考えております。また、設立から74年目を迎える東京青年会議所は、 時代のともに変化する社会課題に対し常に対峙し先駆的な取り組みを行ってまいりました代表例といたしましては手を挙げて横断歩道を渡りましょうといった習慣が今なお根付く小松川運動日本だけでなく世界の子どもたち勇気、礼節、感謝の心を教える 万博相撲がございますこれらのように先輩処刑士が紡いでこられた信頼と実績の軌跡があるからこそ私たちは今日 JC 運動に従事できるということを忘れてはいけません1991年に東京青年会議所が第40回全国大会を開催してから 32年後の今年東京青年会議所は第72回全国大会を開催いたします。私たちは全国大会を開催する一心同体、運命共同体であります。この運動は、一生涯の思い出となりますし、かけがえない財産となります。 全国大会は、単年度制の JC が1年間の運動の成果を見極め、次世代へ継承する場でございます。日本全国から集まったメンバー間で育まれた友情、成長、そして運動の成果、こういった 大事な成果物の終着点が私たちの住み暮らす東京となるのです。特に40歳でご卒業を迎えられる卒業生の皆様にとっては、この大会はかけがえのないものになりますし、この伝統を絶対に失ってはいけないというふうに考えております。全国大会を運営することで 得られる社会駅、地域駅、参加者駅、主催駅、主幹駅、これらを持続可能な観点からひも解き、夢をつなげる、夢の架け橋となる新しい全国大会にしてまいりましょう。ただし、忘れてはいけないのが、 東京青年会議所にとって全国会大会を開催することがゴールではございません。全国大会を開催した後に、持続可能な幸福中心社会を実現を目指し、私たち東京青年会議所は、より社会にインパクトを与えられる段階へと進化しなければなりません。 アメリカの成功哲学者のナポレオン・ヒルは、目標は納期期限付きの夢であると説いております。全国大会を開催した経験は、必ずこの東京青年会議所をより強固な組織にします。そして会員拡大や ブランド認知向上に貢献いたします。実際例として、昨年末から、平均して2日に1人の割合で、東京青年会議所のホームページに入会希望、入会資料のお問い合わせが来ております。志を同じくする仲間を1人でも多く募り、世界を先駆ける 革新的な青年経済人団体としての社会的責任を果たし、僕らの夢を成就させましょう。私は、メンバーの皆様が JC を通してより幸せになり、東京を牽引するリーダーとなることを信じております。それは、JC 運動の使命が、 青年をより成長に導き、青年自身の手で地域を、我が町をより良くする運動を作れるようにするからです。この73年間、常に社会をより良くしようと思い、社会課題に対峙し、運動を起こし続けてきた東京青年会議所の奇跡は決して 上の老ではございません私たちは常に青年が灯し続けてきた希望の火を託されております。私はその希望の光を託された一人として断言いたします。東京は皆様の成長とリーダーシップを待ち望んでいます。 どんなに未来予測が困難な時代であっても、誰もが幸せに、尊く生きるために、幸せを実感する、できる東京を作ろうではありませんか。私たちには、志を同じゆうにする仲間が、世界中にたくさんおります。人と人、地域と地域をつなぎ、 より明るい豊かな社会の実現に向けての行動を取ろうではありませんでじゃないでしょうか、それが青年の取るべき道だと私は思います。未来は自分たちの行動で作るという思いが集うとき、今日の東京は確実に昨日よりも良くなっております。 一年間、どうぞ、東京青年会議所、よろしくお願い申し上げます。ご清聴ありがとうございました。 こ,こに本契約が締結された全国会員大会期間決定感謝パーティーに。 多数ご出席いただきましてありがとうございます今日は大会のクライマックスともいえる式典が行われる日である日本青年会議所創立40周年 続きまして理事長対談に移ります本日ご登壇いただきますのは公益社団法人東京青年会議所第42代理事長小林元次先輩です小林先輩は前回東京で全国大会が開催され1991年に東京青年会議所の理事長を務められアースアワホームというスローガンの下日本青年会議所の 創立40周年である記念すべき全国大会を見事成功へと導きましたまた卒業後も広く活躍され昨年は日本弁護士連合会の会長に就任されています2023年度は何といっても32年ぶりに東京で全国大会が開催される年です32年前の全国大会のエピソードや JC での活動が 卒業,の卒業後のキャリアにどのような影響があったのかと下山田理事長とご対談いただきますそれでは下山田理事長小林先輩ご登壇ください 先ほどはあのご成聴誠にありがとうございました。えー、これからえっ、ー、とですね、えー、小林元次先輩をですねお招きして、えー、前回の全国大会を踏まえてどのような変化、それがまあ、東京青年会議所内そして人生の中でどのような変化があったのかというようなことも伺ってまいりたいと思います。小林先輩本日はお忙しい中誠にありがとうございます。 えー、本日ですねご出席頂い,いている皆さんに向けてあの何か一言をまずは頂けませんでしょうか、えー、私の名前はですね本当の名前は小林元次なんですよなんか元次だとかもあのもあの元春だとかいろんなことを呼んでくださる方がいるんだけれども本当はあの通称は元次本当の名前は元次です 鑑、えー、っというのはあの通称ですけど私の、ね、ルーツは1864年、はい、明治の間に慶応という言語があるでしょ、はい、その前に私の名前があるんです元次元年浜まぐ門で長州とねそれからあの薩摩が激突をしたこの年それが私のルーツであります、まあ、それはまあ余談といたしまして私の出身は岡山県の津山でございまして。 私の高校の後輩にはビーズの稲葉浩二がまあおりますね、私より一回りほど若いんですけれどもね、新聞で、昨日あの全国の駅伝大会やってましたね、あれであの、なんか38、2番て出たんだけど、17人抜きをしたっていう女の子がいたでしょう、あれ、津山なんですよね。 まあ有名な子だったんですけどあんなに活躍するとは思いませんでしたね、まあ、それはそんなことで私は岡山県の津山でございます、まあ、なぜ津山の田舎から出たのが東京 JC の理事長しかも32年前の,できあの全国会員大会 JC40 っていうのはねこれはとっても意味があるんですよ麻生会長ねこれはね40年で私たちはね卒業するでしょ卒業する 40といいいう年にこだわらななきゃいけないしかも1949年東京から始まった JC 運動ですから原点にいっぺん帰ろうじゃないかとそういうことでやり始めたのが40回大会しかし大会やるについては本当に苦労もありましてね函館 JC がもう手を挙げてたのを押しのけてやったわけでね目の前にある和田浩司先輩なんかは本当にもう あれですよ川越街頭のところに正月を押しかけていってやらせてくれって言っ,てんだ言ったんですよ、まあ、この強引さがまあこう予想したのか、まあ、ご理解をいただいてですねその2年後福岡の全国大験途中はあのサラヤ街頭の時代でしたけれどもねサラヤ街頭の時に、まあ、決まった時にこの和田光一さんはボロボロ涙流してるんですよね、まあ、それぐらい激しい戦,、まあ、戦いをやって 40カ大会を東京にやらせていただいた函館 JC に譲っていただいたとと、まあ、そういういいことでございます、まあ、私は今、弁護士のまあトップというか、ねまあ、日本の弁護士のトップにつかせていただいているわけですけれどもこういう経験がです、ね、私がまああの40を超えても、ね、社会に出て世の中のためになりたいってなっていうなりたい役に立ちたいという、まあ、そういう思いがです、ね、あって。 そういうい意味では全国大会の経験が私の今の原点、ルーツだと、まあ、そういうふうに思っております、以上です、はい、ありがとうございますあのその激戦を制してこう勝ち取った全国大会ということなんですけれども,もうそうなるともうメンバーの巻き込みであったりとかあのパートナー団体とかの巻き込みというのはものすごいやられていたというふうに伺っているんですけども実際はどのような状況だったんでしょうか。 やはりまずメンバーが盛り上がらなければだめなやっぱりね我々主観ロムがもうみんなが、ね、気持ちを一つにする必要があるそしてその気持ちを、ね、熱い思いをやっぱり全国に波及させていかなければいけないやっぱり選挙でもそうですけど候補者本人が熱くならなきゃ有権者には伝わらないんですよ主観ロムが熱くならなければその思いっていうのは全国に伝わらないだから750ロム今あの当時はね750に実はあったんですね 750当初は50、そのうち2つ増えたんですね。で、この750人のロ務ムに全部、われわれは訪問しようじゃないかと、10月の全国大会にまあおいでくださいという、ホスピタリティの精神を持って全国に回ったんですね。で、柳瀬の柳瀬次郎社長に、ですねランドクルーザー2台くださいと言ったら、ランドクルーザーくれたんです。その上にアースはホーホムって,言って地球我が まあ、ふるさとっていうね、これを、まあ、さっきは出てましたけどね、これを、まあ、書いて全国待ったんで、京都会議今週やるの、はい、あそこやと今年やるえこと今週の末、ま、や,やると言ってましたね、京都会議、これを出発式にして、そこからスタートした。で、1つは東、1つは西に行っておえた。私は1号車に乗って 私の田舎の津山まで行きまして、夜中だったんですけど、市長もね、みんな津山女子の皆さんが、そうです、全員で迎えてくれた、まあ、そういうことで大変ありがたかったですね、本当はね、まあそういう気持ちをみんなに伝えなきゃいけないんですけれども、まあ、そういうことで、まあ、各ロムがですね、まあ,あの、本当に温かく迎えていただいたと、まあ、そういうことです、まあ、そういうことで、これは前当時はね、52の委員会があったんです、東京青年委員会議所に。 その52の委員会が全部がこの北は稚内、えっと、南は今八重山重視ってあるんですか八重山重視ってある八重山重視までね車でつないでペーリーでつないで全部回ったこれ全国どれぐらい回ったかっていうと5万,5万5千キロ回ったん地球一周と大体半分近くまで一周今4万キロですからねまあそれぐらいまあずっと回って。 で東京ドームに10月帰ってきたと、まあ、東京ドームに帰ってきたのを、まあ、売ってですね売ってというか、まあ、入札をしていただいてその協賛金をまたその地球市民財団ということで寄付して外務省に財団があってこれは JC で日本 JC が作ったわけですねまちづくり財団というのを作ったわけです、まあ、そんなことでしたねそのためにはお金がいきますから私はあの時計理事長ですから理事長は体だけ動かせばいいでしょうと言ったら 理事長を率先して金出せとこういういわけですよ当時100万ですよ理事長一人ね理事長一人100万出してくださいって、まあ、そんなことですよね、はい、あの歴代理事長の皆様にはですねあったあとちょっとお願いをさせていただきたいというふうに思いまして、ね、<laughs> <laughs> そんなことで全国のロムを我々ジェシーがね東京ジェシーが一つになって まあ気持ちよくね、皆さんを東京ドームにお迎えしようと、まあ、そういうことですね、登録の人数は3万3500人です、ドームには約3万人の方がお見えになった、私は壇上でちょうど2塁ベースの上ですね、東京ドーム球場の、あそこでもう本当にもう内野席からずっとびっしり埋まってる、ね、皆さんを見たときに、本当に涙が出ましたね。 うん、本当にありがたいことでしたね。はい 今もやっぱりその時の光景っていうのが鮮明に覚えてらっしゃるんだなっていうふうにこう感じられましてやはりあのメンバーがまあ盛り上がってないといけないということとやはりその「アース・アワー・ホーム」っていうこの理念にやっぱり共感してくれるまあ企業であったりとかまあパートナー団体を探してこられたということだと思うんですけど印象に残ったのがこの1991年っていうとまだその地球環境のことであったりとか まだそこまで目がいってなかった時代にやはりこういった先駆的なあそのスローガンを掲げていらっしゃったということで、あのーまあ、以前お話をお伺いしたときにです、ね、そのこの理念に共感して、えー、バージンエアグループの,あのサー・リチャード・ブラウン会長があ全部あのあれですよ、ね、無償でといいますか協賛で来ていただいたりクリスチャン・ラッセンが講師で来ていただいたというふうに伺っておりますので。えー やはり私たちもです、ね、このスローガンに基づいてこれから賛同してくれる企業であったり講師というのをどんどん探していかなきゃいけないのかなというふうに感じました実際お金を集めるということも大変だったと思うんですけれどもここだけの話というのもちょっと変なかもしれないんですけど一番大変なことっていうのは何だったんですか 良かったことと大変だったことっていうのは大変だったっていうのはそれは忙しくて寝る暇がなかったっていうことがねやっぱりあのこんな忙しくて全国もあったけども1年間のうち約2か月前、まあ、40日ぐらいはですね海外に出ましたからね中国には2回行くしアスパックにはして世界限のヘルシンキは行くしね ですから日米の,その日本とそのアメリカとも付き合いがありますからねアメリカの行くでしょ、まあ、そういうことで随分世界各地を回りましたね、まあ、そういうことでまあ相当忙しかったということですねでもまあそういう忙しい中でやっぱりまあ引きこもごもね、うん、やっぱりこう一生懸命こう一生懸命やれば何か得られるものがあるとだから若い皆さんにもぜひね やる以上は一生懸命やってくださいとやらないんだったらやらないねやらなくてもいいんだから別にこんなものをねやればやっただけしかし何かリターンはありますからそ,そういうやっぱり気持ちが大事でしょうねうんまあ時間もないようだから協力しますから <laughs> りありがとうございます、はいえー、あのそうです、ね、あの、まあ、先ほどあの大島先輩のお話にもありましたけれども やっぱりこの全国大会の時の財産っていうのが、まあかけがえのものになっているっていうようなこともあって。やはりやり終えた時にですね、あの、まあ小林先輩にとって、え、そして。まあ、そし、東京青年会議所という組織にとって、どのような変化っていうのがありましたでしょうか。まあ、それは大事なことですね。まあ、これはね、達成感と団結力ですね。うん、やはり、あの。 750キャラバンこれはもう全員会がやりました各部会がね、まあ、宿泊からねその登録だから東京ドームの運営からねさまざ、あ、まなエクスカーションなんかもありましたいろんなことをみんなでやって一つ作り上げるというその達成感それ達成感の過程でやっぱり団結力が東京女子に生まれたということですよねそれとやっぱりその結果として大事だったことはやっぱり アース・ー・ホームっていうねやっぱり地球環境問題を社会にアピールしたということですこれはあの当時は、まあ、理事長も今言われたようにですねまだまだ地球環境の問題っていうのはローマクラブとかでもいろいろ議論ありましたけれどもまだまだあの今ほど、まあ、SDGs で大きなテーマになったわけではなかっただからまあそれはですねケネディさんが当時はですねあのスプリンあのサイレントスプリングっていうのはレイチェル・カールスのですね沈黙の春っていう あれはやっぱり大事なのは、まあ、皆さん読んで、まあ、読んでない方は読んでほしいと思うけれどもアメリカの地球環境の、まあまあ、バイオブリーになった本ですけど、まあ、我々はあれを勉強してこれはまあ地球環境問題をやっぱり取り上げなきゃいかんなと、まあ、そういうことでまあ発信をしようということなんですでその結果、ね、ちょっとあの話がすれるかもしれないけど日本人誌はこの年にです、ね、モデル UN ということで国連の,あの会議場を全部借り切ったんですね。 借り切ってそれでザ・エイジ・オブ・グローバル・シズニシップっていうことでねこれをテーマに掲げて地球環境子ども経済発展この3つをテーマにここであの会議をしたんですねそして共同宣言を全,国あの全世界に発信をしたと、まあ、そういうことで、まあ、日本 JC 東京 JC がまあ世界的にもアピールをできたそういうまあ機会だったと思いますね。 今,も今も考えてもです、ね、本当にその先駆的な取り組みなんだなというふうに感じました。やっぱり日本青年会議所が行っている事業にも合わせてそのテーマを選んであったりとかそのさらにまあそのシナジーを発揮することができる全国大会というのは活用できるのかなというふうに思いました。と 小林先輩は、ね、JC 卒業後も広くご活躍されて現在は日本弁護士連合会の会長を務められておりますけれども JC での運動や仲間との出会い、えー、そのご卒業されてからど,ううどのようにまあ生かされてこ、えー、られたのかなというのをあのアドバイスいいただけると幸いですまあアドバイスってそんな交渉のことは私にはまあできませんけれども、まあ、JC でね、まあ、私は3十歳の時から9年間 東京青年外国省にいましたその1年間は日本のですねトイプ大賞って今でもありますかねトイプ大賞という委員会に行ってトイプ大賞の時にねまだあの始まったばっかりで今人間力大賞って言ってるんですかねもう名前変わったああそうかそれで院長になった時にねあのタルサって知ってますかねオクラホモにあるタルサっていうところにアメリカの女子 本部があああそそここににるんですねであそこに行きましたとそれでアメリカではトイップっていうのはトーヤっていうんですけどディア・アウトさんで、ディあの,あの、ヤング・パーソンそれでとても大きなあのセレモニーなんですねそこを見た時にですね、まあ、ケ,ネケネディさんだとかオーソンウェールとかみんな本当に著名の若い方ときにもらってるんですねあれをねこういうのを日本でもメジャーなそのものにしていこうということでやりましたけれども。 そういうところで学んだやっぱりそのグローバルな視点っていいますかね、まあ、それがやっぱり私の国際性には意味があったかなで JC には「あの n ン g l o b a l a c t l o c a l って言葉があるでしょやっぱりあの世界規模で考えるけども理念だわりにはならないでやっぱり地域地域でやっぱ活動することが大事で私はまあ卒業して私のフィールドは弁護士会であり日弁連ですから。 弁護士の世界できちっっとととやぱり仕事事をしていくこ、まあ、これが大事なことだからまあ JC の皆さんはまあいろんなところで企業経営者でもあるわけで自分の会社に帰ってそしてまあ業界の団体に帰って JC で学んだその国際的な視点それから地域性ですよね地域地域でやっぱり自分の力を発揮していくとこの国際性と地域性をやっぱり卒業してシニアになっても社会の中でやっぱり 頑張っていけると、まあ、そういう、まあ、一つの,、まあねまああの人生を、まあ、歩んでいくというのも一つの意味があることではないかなと、まあ、これ人それぞれだから人生いろいろでね人それぞれだからまあ私はまあそういうふうに思うということですね。あ,ありがとうございますあのますさにあの グローバリー、アクトローカリーということをわれわれ、我々東京青年会議所のメンバーも実践しておりますし、きょうもです、ねそのまあ、シスターチャロムのです、ね、来賓の方々もおられておりますので、やはり JC だからこそできるその国,際国際関係を活用するというところが必要なのかなと思います。 あのまだまだお伺いしたいことです、ね、たくさんあるんですけれども残念ながらお時間となってしまいましたので最後に一言あ言小林先輩からです、ね、現役のメンバー私どもに何かこう背中を押してくれるようなメッセージをいただければと思います。まあ、<laughs> 皆ささんに言う,ようなあれではない、まあ、さっき理事長が、ね、6つの 話された、まあ、素晴らしい、あれを、まあまあ、今年1年間みんなで、ね、メンバーと一緒にやってほしいと思うけれどもやはり若いんだからやっぱり失敗を恐れないでチャレンジするということここれはとととても大事なことだと思いますねそれからやっぱり今は DX にしても GX にしてもさまざまなやっぱり改革テーマ社会の進み方が早いでしょそういうものについていってやはり企業であり伝統でありノレを守らなきゃいけないわけで。 そのためにはですね、もうあえて守ろうということはですね、守るためには変革をしなきゃ、改革をしなければいけないということです、そのためにはチャレンジをしなきゃいけない、まあそういうことをやはり、税収では学んでもらいたい、そして、そして、人が動かす、社会っていうのは、組織も人が動かすわけだから、人としてやっぱり成長してほしいと思うね、やっぱり勾配の理想をなんぼ言うてもですね、人に共感され、 人から信頼されることがまあ大事なのでそういう人間力っていうかね、まあ、そういうものもぜひ身につけてほしいなと、まあ、謙虚に学んでほしいそれをぜひ皆さんにはお願いをしたいなというふうに思いますねちょっと偉そうなこと言ってすみません <laughs> あの前に小林先輩の事務所にお伺いした時もですねあの卒託同時でしたりとかそういったお言葉もいただいたりしてただやはり私たち若いから守るための変革そして 人として謙虚,に謙虚でありながらも成長していかなきゃいけないというメッセージをいただきましたので、私どもあ今,今年だけでなくです、ね、そういう気持ちを忘れずに、常に進化していく、先進的な青年経済人団体でありたいというふうに思います。本本当に本日はお忙しい中 短い時間ではございましたが、対談をさせていただき、誠に光栄でございました。小林先輩、ありがとうございました。小林先輩、下山田理事長、ありがとうございました。 続きまして10月に東京青年会議所の主管で開催されます公益社団法人日本青年会議所第72回全国大会東京大会の PR を行います公益社団法人日本青年会議所全国大会運営会議佐藤議長をはじめとする皆様並びに大会実行委員長の大人副理事長そして全国大会運営特別会議の皆さん お,ね、お願いします1991年10月日本青年会議所発祥の地東京で第40回全国会員大会が開催された今東京は彼らの情熱と感動で熱く燃え上がろうとしている大会の実行メンバーが全員出揃い 総勢1,350名を要する小林丸はエンジン音も高らかに嵐の海へと船出した会議会創立40周年を記念して全国の会員会議所の代表者及び会頭はじめ役員が 日立の宮同妃両殿下のご来臨のも青年会議所を内外から支えてくださった方々に感謝を示した1991年に東京青年会議所に一緒に所属することができて。 第四十回の全国会員大会の迎えるべきことができたメンバーの皆様に。このよう感謝を申し上げて、十本以上の御礼の言葉をさせていただきます。ありがとうございました。この映像は今より三十二年前。第四十回全国会員大会、東京大会の映像であります。 登録人数は3万5千人と多くの登録をいただきました。申し遅れましたが私、私公益社団法人日本青年会議所2023年度国家グループ全国大会運営会議議長を務めます佐藤浩紀と申します。本日のご盛会誠におめでとうございます。謹んで新年の喜びを申し上げます。 本年度、日本青年会議所は DriveOurDreams 日本の魅力で世界を席巻しようスローガンとし各地青年会議所の総合連絡調整機関として全国各地で夢を描く仲間の事業を後押しし地域の魅力を掘り起こし 日本の底力を世界へ発信してまいります。その中で全国大会は日本青年会議所にとって1年間の運動の集大成であり次年度への継承の場として大変重要な役割を担っております。本年度我々が東京青年会議所が 全国大会に関わる全ての人々が描いた夢。第72回全国大会、東京大会がその描いた夢を大きく超える未来への架け橋となることを願い、第72回全国大会、東京大会、大会テーマを、Beach Over the Dream とさせていただきました。それでは、共に 全国大会を構築いたします全国大会運営会議のスタッフをご紹介させていただきます JCI 福岡より出向の第一章会議副議長中原総一郎君はい JCI 佐賀より出向の第二章会議副議長船津和也君はい JCI 諏訪県より出向の第3小会議副議長、小林玉樹君、はい、JCI 神戸より出向の第4小会議副議長、森公く君、はい、JCI 札幌より出向の総括幹事、森谷拓郎君。 JCI 福山より出向の運営幹事、矢野拓磨君、はい、JCI 名古屋より出向の会計幹事、青木宏樹君、はい、以上、スタッフ、メンバー合わせ、全国大会運営会議総勢111名をもって、第72回全国大会、東京大会、一切の妥協を廃止、構築していく所存でございます。 大会開催まであと264日。お力添えのほどどうぞよろしくお願いいたします。本日配布させていただいたピンバッジですが、大会のシンボルマークが描かれています。こちらのシンボルマークは、 東京芸術大学の学生とともに制作を進めたデザインとなっております。このシンボルマーク、七宝の文様を、えー、模しているのですが、この七宝文様というものは、調和や円満、ご縁といった意味があります。このご縁をつなぎ合わせることで、夢への架け橋を表現しております。さらには、本年度、 日本青年会議所の方でテーマカラーとしているピンクの色そして東京青年会議所でテーマとしているブルーこの二つを融合し新しい大会を一つとなって作るこういう思いが込められておりますこのシンボルマークを持って東京青年会議所は日本青年会議所の全国大会運営会議とともに 最高の大会を作っていこうというふうに思っております。必ず成功させるため、東京青年会議所一丸となって頑張っていきましょう。皆さんのご協力とご理解のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。本年度、東京青年会議所 全国大会運営特別会議の議長を拝命いたしました、また第72回全国大会東京大会実行委員会の大会事務局長を拝命いたしました、福井竜太と申します。1年間よろしくお願いいたします。私からは特別会議の役割をご説明いたします。大きく分けて3つありますますず 1>, 1つ目、第72回全国大会東京大会実行委員会の運営、2つ目、日本青年会議所全国大会運営会議の皆様との連絡調整、3つ、他団体シニア、東京シニアクラブ実行委員会との連絡調整、この3つを基準にやっていきたいと思います。ここで 東京青年会議所全国大会運営特別会議のスタッフを紹介させていただきます。第一副議長中野幸一郎君、はい、第二副議長、<あ>第二副議長松田隆介君、第第三副議長朝倉マイ君、はい、第四副議長本橋誠二君、はい、第五副議長。 野田隆君、総括幹事、根本翔吾君、運営幹事、田村和行君、会計幹事、横山照政君、はい、そして広報幹事、松崎絵理子君、本日登壇できなかったスタッフのメンバーも、今日来れなかったので、またどこかで、はい。あの <laughs> これを、えー、また機会を作れればなと思っております皆さん体調には気をつけましょうさあそれでは、えー、皆様座ったままで結構ですので大会シフレヒコールをさせていただきたいと思います大人実行委員長よろしくお願いしますはいありがとうございます、えー、皆さんもお馴染みにはなったとは思うんですが、えー、この波に乗り遅れるなというふうに掛け声をさせていただきましたら 1>, えー、1のポーズでレッツジョインというのを皆さんでさせていただければなと思っております、えー、上から見ると見こしのようにですね左手を支えてあのやるとで L とかで,す、ね、あのではないのであの1であのお気をつけいただければと思います、えー、皆さんあのこの波に乗り遅れるなと言いますのでレッツジョインでお願いいたしますよろしいでしょうかそれではお願いします 社団法人日本青年会議所、2023年度、第、はい、72回全国大会、東京大会、この波に乗り遅れるな、レッ,レッツジョイン、ありがとうございました。佐藤議長をはじめ とする皆様ありがとうございました以上で第1部を終了します第2部は同じくこちらの会場にて開会いたしますので準備が整い次第アナウンスいたしますなおこちらの会場のフロアは地下1階となります地下1階のフロアにてお待ちいただきますようお願いしますなおこの地下1階のフロアにも休憩所がありますのでそちらでもお待ちください準備が整い次第アナウンスさせていただきます それでは以上で第一部を終了いたしますありがとうございました